知能指数には民族差というのがある。黒人が差別されて貧困で教育の機会が奪われているから知能テストの点数が低いんだというそういう心優しい人が安心できるような世界ではなくなってきたんですよアアアメリカの大学ってっっって、といたらアジア人ばっかりになっちゃう。だから黒人枠っていうのをつけないといけないいわゆる頭の良さこれも遺伝えっと全ては遺伝なんです。<laughs> 俺が持てないのはって書いてるんですけど、持てる持てないも遺伝だというふうに考えちゃいます。<laughs> ね、その今の話になったらそうなっちゃいますよね。はいはい、つまり、うん、じゃあですね、ここからもっと言ってはいけないの話になります。今日取り上げるのはこの本だよ。もっと言ってはいけない立花明輝、身長身長。この本の中では、例えば黒人は白人よりも頭が悪い、頭の良さは遺伝で決まる、中学や高校で勉強しても時間の無駄と書いてあるんだ。 本当かなうーんそこまではね立花さん言ってないんだけどもほぼギリギリそういう内容を書いてるんですよ。このギリギリのニュアンスっていうのを今回説明してみようか。ではではよしタオル君出番終わりだ。今言った話のちょっと具体的な根拠から出していくね。 これはね、58ページに載ってる図表なんだけども、えー、1994年に出版されて、まあ、アメリカでとりあえず大論議を巻き起こしたベルカーブっていう本に載ってる表です、えー。行動計量学者リチャード・ハーンスタインと政治学者チャールズ・マレーの教著です。で、発売と同時にアメリカで大論争が起きました。えー、このね、なんだろう、データ自体嘘はないんですよ。つまり白人の方が平均的に見て黒人より知能指数が高いというのは嘘がないんですけども、 でこの嘘がないというのはですね別に最近になって発見された事実ではないんですね。1960年代の,そのアメリカの公民権運動いわゆる白人と同じ権利を黒人にも与えろという公民権運動でもですねこのデータは利用されてました。ただその時のデータの利用のされ方は黒人は知能指数が白人よりも低いと。何でこんな格差が生まれるのかといえば環境が悪いからだと。黒人っていうのは なんだろう貧しい中に育てられてる貧しい中に置かれてるから栄養状態も悪いし教育も行き届かないと結果として知能指数、数 IQ テストのの値が白人よりりも低くなってしまうのは当たり前だとだから十分な教育十分な栄養十分なチャンスを与えれば子どもの頃からずっと与えていけば白人と黒人の知能指数は同じになっていくっていうのがその当時の,この黒人の活動家たちもこのデータを使って言ってたんですよね。 一応筋は通ってる。そうそうそう。I.Q. って教育と関係ないんじゃね。頭良くても仕事できるとは限らない。まあね、なんかそこら辺のね、まあ、コメント今読んでるんですけどもね。えー、っとさて、この表がではなんで94年に発表されて議論を読んでるのかっていうのは、この本のベルクーブの中で書いてるのかですね。環境が悪いから I.Q. が悪いんだっていうことが徐々に徐々に。 その説説明明明がが矛盾してていいる、にになななっっととうこらかなんですよね、えー、実はですね知能指数にはですね、えー、民族差というのがあるというのがまあこのもっと言ってはいけない中ではっきり書いてるんですけども黒人が差別されて貧困で教育の機会が奪われてるから知能テストの点数が低いんだというそういう心優しい人が安心できるような理由ではなんかねそういう世界ではなくなってきたんですよ。例えば、ここに書いてる通りですね。 白人は黒人より知能指数が高いです。おまけにコメントでもなんかさっき流れたんですけど、アジア人は白人よりも知能指数が高いんですでこれはアメリカ人にとってはね直感的に理解できるんですよ。なんでかというとアメリカのいわゆる i b 系のいい大学に行ったらアジア人がとにかく多くてびっくりすると。それはアジア人が金持ちだというよりはアジア人の入学試験の点が平均的に高いので、だからいわゆる少数民族とか。 あの民族優遇政策を取らない限りアメリカの大学ってほっといたらアジア人ばっかりになっちゃうだから黒人枠っていうのをつけないといけないというふうなことで今なんか僕らが思ってる以上にあちら側の民族間の IQ の差とあと民族の扱いを平等にしようもしくはその結果を公平にしようっていうのはすごい複雑な問題になっている。で こういうです、ね、いどの民族がどういう血の指数かっていうのは、えー、双子の養子追跡調査という調査方法で証明されたアメリカは養子社会ですなので貧しい家庭に双子が生まれたらだいたい片方または両方は養子に出されることが多いとその受け入れ先を例えばお金持ちかどうか教育に熱心かどうかであと人種白人か黒人かで都会か田舎かでどんどん分類して 数十年の間、追跡調査すするんですよで。数十年追跡調査したデータを何百人分も集めると遺伝といいいうものののがどのぐらかかかかっているのか分かっててる分きたとで。例えば裕福で教育熱心な白人の家庭で育てられた黒人の子供とその黒人の子供と全く同じ遺伝子を持つ双子の兄か弟のです、ね、これがあの貧乏な家の黒人で教育にあまり興味がない黒人の家に養子にもらわれた。 これを2人を比べると確かに11歳とか12歳ぐらいで知能支出の差はあったそれも1偏差値っていうから大体それで最初教育学者とかは喜んだわけですねやっぱり人種間の知能支出の差っていうのは環境によるものだ教育によるものだというふうに喜んだんですけどもですねしかしこの差をどん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 追跡して分かってきたのがですねせいぜいこの差というのは大学になるまで。 成人してから先育ちとか環境による知能指数の差知能の差というのは急激に縮んでいくと。まずこれで抑えなきゃいけないのは遺伝率という言葉を使っていいのかわかんないんですけどもこの何か例えば背が高い背が低いというような原因にどれぐらい遺伝が関与しているのかこれをまあ仮に遺伝率と言ってみるね。そうすると、身長の遺伝率は50%。つまり ある人が背が高いか低いかのその理由の半分までは両親が背が高いか低いかという遺伝の問題で説明がつくとじゃあ同じく知能の遺伝率っていうのを調べたらどれぐらいなのかっていうと80%。だから僕らああなんか親が背が高いんだじゃあ子供の背が高いんだいいねとかあハーフなんだだからなんかそういうふうになってんだいいなっていうふうに外見の遺伝っていうのを認めるよね。 でも知能の遺伝っていうのはそうとは限らないとか育ちによるというふうに言うじゃないそれどころじゃないもう身長の遺伝肉体的なそういう身長の遺伝より知能の遺伝の方が遺伝率がはるかに高いという事実が分かってきたつまり知能の遺伝率っていうのがかなり高い。 ところがその分岐点っていうのが11歳ぐらいっていうのも分かってきた <laughs> 11歳までの子どもっていうのは親の教育とか家庭環境今言ったそんな遺伝本来持っている資質に限らず親が教育熱心であれば友達が恵まれていればっていうので11歳までは割と遺伝より環境の方が大きい。 ところが11歳を超えて二十歳ぐらいになってくるともう本人があの頑張り屋であったりなんだりしても徐々に徐々に遺伝の方の発言率の方が高くなってきて中年以上になってくると30歳40歳を超えて中年ぐらいになってくると男も女も男女にかかわらず遺伝因子の方が大きくなってしまう。つまりなんかねあの昔は勉強できたのに最近ダメっていうのは僕らよくあるじゃん。 まあ、僕自身もそうなの僕自身も小学校の頃の勉強なんか勉強なんかせずにもできたんだけども高校ぐらいのとクラスの後ろの方に行くんだけどもこれはもともと多分僕の両親の遺伝子があんまり頭がよくない勉強ができないのでそれの発言率がどん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 上がってきてで今になってしまったらもうものが覚えられない僕がどんなにものが覚えられなくてあのなんだしってることをミスするのか皆さんよくご存じの通りこれはもう地頭の良さというのが遺伝がもうね50超えると前で。 出過ぎてきてきるから、そうなんですよね。でところが、まあ、11歳を過ぎて大学ぐらいまでは行動習慣つまり頭が悪くてもですね頑張って毎日勉強するとか毎日習慣づけた行動をすることによって、まあ、能力というのはキープできるとしかし30歳を過ぎるとそのような努力を維持し続けること自体が遺伝要素になってくると。 具体的に言うと「頑張り屋の息子は努力を維持できる」というです、ね、性格遺伝子というのも出てきてサボり屋の娘は徐々に努力を維持できなくなると40を超えた頃には遺伝率80%ということで無限に残酷なほど自分の親に近づいていくっていうのがですね、まあ、最近の遺伝学で分かってきたことです。なかなかつらいね。 大半の人は赤ちゃんの時に遺伝の影響が最も大きく成長するにつれて家庭や学校などで多様な刺激を受けるのだから環境要因が強まって遺伝の影響は小さくなっていくと思うだろう。だが発達行動遺伝学の研究はこれを真っ向から否定する。もし人々の素朴な常識が正しいなら成長につれて一卵性ソーセージの類似率は下がっていくはず。だが逆に実は高まっていく。 成長するにつれて一卵性ソ生児が別々に育てられたこの差っていうのはどん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 その差がなくなっていくとこれはにわかには受け入れがたいことかもしれないがよく考えてみると私たちが何となく感じている常識にも合っている教育関係者なら親の言うことを聞いて一生懸命勉強する子供は最初は成績がいいが中学受験や高校受験の頃になるとそれまで遊んでばかりいた子供にあっという間に追い抜かれる場面を何度も見ているはずだと。 こうした子供は地頭がいいと言われるが、生徳的な能力、つまり遺伝的な能力が思春期に向けて徐々に開花していくと考えるなら、この現象を説明できる。それと同時に、世の親たちがなぜ幼児教育にこんなに熱心なのか、もうこれも説明できる。と。共有環境の影響力、つまり教育などの家庭での環境などの影響力が幼児期児童期に最大で、そこから減少していく一方なら、子育てが報われるのは子供が小さい頃だけだからだ。 私立幼稚園小学校のお受験の結果ではここまでの結果は家庭環境で決まるかもしれないしかし思春期になって遺伝率が上昇してからでは親の努力は何の役にも立たないという <laughs> いやだから言ったじゃんもっと言っ,言ってはいけないという本でみんな聞いても楽しい話じゃないんですよ。まあごめんねでも僕面白がっちゃうんだけどもここで面白いのはねその性格っていうのは成年期でも伸びるっていうふうに書いているんですよね。つまり、真面目な努力家っていうのは、 この性格の遺伝率っていうのはね、50%ぐらいなんだよ。あの、知能の遺伝率よりずっと低いと。なので、知能よりも融通が効くと。つまり、知能を伸ばす、能力を伸ばす教育っていうのは小学校までにして、実は中学校や高校ではね、あの、性格を良くする習慣作りだよね。そっちの方をした方が科学的には正しいと。つまり、知能は11歳までしか伸びないんだから、中学校、高校教育以上、中等教育以上に税金を投入するのは無駄。 っていうとんでもない結論がこの本から出てくると。税金を教育費に使うのは幼児幼稚園児小学校までと。 で中学生以上は全員を寮に入れるなどの軍隊式教育をやって規則正しい生活習慣を身につけさせた方がおそらく教育の効率は科学的には上がると今の日本でやっている中学校、高校、大学とその順番でどん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 自由度が上がるような教育っていうのは知能を下げる役割にしかならないっていうとんでもない結論が出てくるんだよねまあなんかすいませんねこの話で 人間のね、見た目とか性格というのはですね、まあ、運動力も、能力もそうなんですけども、まあ、さらに言えば、知性までもですね、遺伝子の影響を受けてしまう。まあ、よく最近言いますよね、人の能力というのはですね、その部分がですね、遺伝によって決定してしまうっていうのをですね。まあ、これはあの、ここですね、十数年ぐらいの間ですね、行動遺伝学っていうですね、分野で定説となりつつある考え方です。今日はですね、そんな行動遺伝学を研究されている、 安藤寿子先生との対談動画をですね、再配信します。ということで、こんばんは、岡田敏夫ゼミです。えー、これから見てもらうですね、対談が行われてあるのは、もうね、今から6年前なんですね、2017年なんですけども、2017年当時はですね、その、今ほど、この行動遺伝学の話で知られてなかったんですね。人の能力の大部分は、実は遺伝子で決まってしまうという考え方は、割とショッキングな、 だったんですけども、しかし2023年の現在ですね、割とね、日本国内でもですね、まああの、ある程度本を読む人とかですね、ネット記事とかを見る人にとってはですね、かなり広まってると思います。相変わらず、あの、日本人の多くが知らない話でもありますし、あとはまあテレビとかではあんまり言わない話でもあるんですけども、いわゆる知識層と言うんでしょうか、ちょっとものを知ってる人、日常的に本を読んだりですね、最新の研究の中、 とかに、ちょっとあの、目を通したり耳かかた向けたりする習慣がある人の間ではですね、割とまあ、常識というほどではないんですけど、受け入れられつつあると思います。えー、今日見てもらうのはですね、そんなですね、行動遺伝学のですね、話がまだ目新しかった。 頃ですね、日本人の9割が知らない遺伝の真実という本を書かれた、えー、行動遺伝学のですね、安藤先生に対してですね、あの、まあ、僕その本を読んでですね、すごい面白かったんで、安藤先生をお願いして来ていただいて、これどうなんですかあれはどうなんですかと僕が色々聞いてみたというですね、そういう動画になっています。えー、対談ということもあってですね、安藤先生との話がですね、ちゃんとあの、噛み合ってですね、 なんか話が上手い具合、ぐわっとスイングするっていうのは、ちょっと時間かかるんですよね。動画が始まって10分ぐらいは、なんかこう、お互い、たどたどしい感じです、ね、ああですか、こうですっていう、一問一答みたいな感じになるんですけど、話が進むにつれてですね、だんだんとギアが噛み合っててですね、割とあの、楽しいノリの話になってます。特にあの、無料部分のですね、最後でですね、安藤先生話してくれたですね、才能、教育、訓練の関係性という話はですね、 まああの、かなり面白いと思うので、そこはあの、まあ、楽しみにしてください。 この動画はですね、2017年1月15日に配信した岡田敏夫ゼミ、第161回をアップグレードして再配信しています、えー。この動画が終わった後にもですね、追加のアップグレード情報があるので、楽しみにしてください。それでは、ここから無料動画、スタートです。それでは、日本人の9割が知らない遺伝の真実をお書きになられた安藤樹子、えー、先生、よろしくお願いします。はい、日本人の9割が知らない遺伝の真実。はい。ベストセラー、言ってはいけないの裏側を知るということで、はい。 あの立花明さんのまあ言ってはいけないがベストセラーなってその中で。なんでしょうね。ネタ本として使われた。<laughs> ネタ本。<laughs> ネタ本っていうか、あの引用してくださったのはありがたい。引用って、あの。 文化省が決めてる引用の要件っていうのは1対1だから <laughs>。<laughs> そうそうそう。あのー、なんか安藤先生の本がの内容が1に対して、えっ、ー、と、立花さんが1ぐらい内容を書いてれば引用なんですけど、あれは引用ではないと <laughs> 紹介 <laughs> でしかも結構デフォルメされちゃってるっていうの、ねはい、で、ねはいうん、知能だけじゃないし、はい、みたいなことはこっちであの、はい、書きましたけれども、はい、で今日はこの話をこうガーッと聞こうと思いましてです、ね、たくくさんん線引いてください。はい、てはそうなんです<お>まずですね、えー、もともと,、えー、と安藤先生はです、ねえー「才能は生まれつきではない人は環境のこなり」をスローガンにしたバイオリンの鈴木メソッドの信奉者であったということで。 もともとは、人間の才能とか、そういうふうなものは、生まれながらのものではなくて。教育とか環境次第、いくらでも伸びるって考え方でおられた。うん、あの鈴木品種の本を読むと、はい、あの環境完璧にコントロールすれば、どんな能力って。 もうどこまででも伸びるっていうふうに高校3年生ぐらいかなその頃から、はい、なんせ受験選手だったんですからどうやって成績上げられるかみたいなことを考えた時に一つ救いだったわけですよ。でまあ僕音楽も好きだったしっていうのでまあ鈴木慎一が育てた子供たちの話を読むと完璧にずっと親が見あの先生が見そしてポイントポイントをきちんとコントロールしていくとまあ人間ってそれで能力って作られてるじゃんっぽく読めて。 っちゃったのではい、はい、あこれはなんか科学的に証明できるんじゃないかでまあ心理学の中にはあの行動主義っていう、はい、行動環境でコントロールしていくっていう学科もありますしそういうまだロマン、うん、ロ,ロマンなんですかねそれはね、まあ後から考えて過去形になっちゃうわけですねそういうふうに信じていたとそ,それ自体はで。ところがこの専門として、はい、このこれは何学で言えばいいんですか行行動遺伝学です行動遺遺伝伝学学というのを研究されて、はい、で最新の なんだろう学説なども読まれで自分自身でも双子の研究などされてきたらど、ねはい、どんどん変わわってきちゃうわけですね,そうですねあの双子の研究というかあのデータを集めると、はい、もう一発で「一卵性ってこんなに似てるわけ?」っていうのに直面して、はいはい、もっと積み重ねていけば遺伝のことっていうのはもっと語れるようになるじゃんっていうことから、うん、まあ今に至ってるっていうことになるかなうん、うん、のこの本の中でやっぱ面白かったのが「一卵性の双子」と「二卵性の双子」を比べる。はい で一卵性の双子は遺伝子を100%共有してるけども、うん、二卵性の双子は50%しか共有してない、はい、で親のまあ能力とか才能が子に遺伝するとしたらもしそ,うそれが正しければ遺伝するんだとしたら例えば親は背が高い、うん、で子供は背が高いっていうのがその一卵性の子だったらも同じだとわかるんですけど、うん、二卵性の場合どれぐらい差があるのかっていうのでそれぞれ一卵性と二卵性で発言の仕方を見たら なんか2対1になるようなものは、うん、ほぼ遺伝で説明できる。

ところがその20%の部分の遺伝でない部分が何かっていうと、うん、例えばそれはそういう家に育ったからだとかよく言うんですけども、うんそ,うね、そういう共有環境ではなくて非共有環境でその人自自身が自分ででで選んでる例えば仕事とか、友達付き合いですよね、あれ主に。まあそうですね。家の外でいろんなしかもそれ偶然に出会ったどんな友達を作るかっていうのも結構遺伝の影響があって頭のいい子。 と付き合うとか、はい、人気のあること付き合うかそうじゃないかみたいなことっていうのを調べてる双子の研究もあるんですけどそれもやっぱり出ない人っあるんですんでも偶然って結構入ってくるんじゃないですかでそれが非教育環境のほとんどの原因なんじゃないかなって、はい、だ僕みたいにその親が両方とも太ってる場合 あそうですか。そうなんですよ。そうなるとその僕の太った理由の8割まではもうこれ遺伝なのでちょっと違いますけどねあの個人で8割っていうわけじゃないんですけれどもはいはいでもまああのご了承いいじゃないですかこの言い方で俺一応読みましたからわかりましたじゃここは入れずにしましょうニュアンスはこれでお願いわかりましたはい今後一切つけてくだいいやいや大丈夫です。つまり普通の痩せたい人が痩せるよりは僕らみたいな遺伝によって肥満い 遺伝子というものがあるかどうかわかんないですけども、はい、太っちゃってる人間はまあその何倍かの努力ししそうです、ね、セットポイントがもう高くなっちゃって、ね、あとその努力すると言っても普段の生活習慣自身がその遺伝によってかなり決められてる部分もあるので、はい、まあらく難しくて当たり前、ねうん、だから LISAP みたいなとここんな名前言っちゃっていいんですよねライザップみたいなところへ行っていい、はい、その期間コントロールしてもらえれば、うん、とりあえずは でもそれでも軍隊に行ってる人の写真見たら同じ運動量で同じ飯食ってるやつはずなのに痩せるるややつつと太が見事にいます環境が全部同じだと結局そのさ全部遺伝の影響として現れちゃう環境が同じで全員同じやつにすると遺伝の影響がもろに出てきて太るやつは太る痩せるやつは痩せるっていういわゆるベルカーブの中で全部収ままってしうわけで二人こんなにニコニコ笑いながらしんどい話をしてるんでしょうね。 しした経験があるかかでしょうね。逆に言い方かかるみんな違うこと考えるんですよ。みんな、いわゆる軍隊みたいな厳しい環境に入ったら全員痩せるって考えちゃうけど違う、うん、軍隊みたいに厳しい環境あのアウシュビッツ違うアウシュビッツみたいな環境に入れられてしまったら全員痩せるんだけども <laughs> つまり全員死ぬような環境に入ったらやそ,、ね、やそれはまあ痩せるだろうけどもそうでもない限りかなり厳しい環境に入っても、うん、やっぱ太る人は太っちゃって痩せる人は痩せてしまうわけで,、うんうん、そうですね。 面白いですよねだから普通というか多くの能力まあ能力の話結構してますけれども、はいはい、遺伝もばらついてるし環境もばらついてるからどっちか分かんないっていうふうなとこなのでみんなあの、はいはいはい どっちでも自分の都合のいい解釈にするわけだけど、はい、関係が全部統一されてしまったらば、はい、そこに現れるのは遺伝じゃんっていうところでやばさが出てくるの <laughs> で結構それが学校教育って結構育ってるかもしれないよっていう話をしてるわけですけども、ねはい、この本の中で、まあ、メインとして語られるのが主に、えー、知能の話、はい、いわゆる知能というのは遺伝するのか、はい、そもそも知能とは何なのかっていうことなんですけども、うん、先生の今のお考えでは知能はなって何なんですか、まあ、基本的には。 あの脳が作り出している、あのすべての情報処理が生み出している。何かアウトプット。なんでしょうけれども。一般的に心理学では、知能検査で測られるようなものと言われているわけです。すごい切ないことが書いてありまして、ね。そうです。知能検査で測られて、出てくる数値が知能であるっていう。そうですね。だそれは一番禁欲的な。 あの答え方でもあるんですよ知能とか知性とかっていうのはもう人間性そのものとしていくらでも拡大解釈できるしうん、うん、そういうことを議論する人たちっていうのももちろんたくさんいるで、その中で知能検査で測られてるものだよあのあの ペラペラのテストで測られてるものだよって,言うっていうのはものすごく限定的だし、うん、もうおそらくそれだけじゃないでしょって多分言いたい人たちはたくさんいると思うんですけれども、うん、それは全くその通りです全くその通りでもういくらでも拡大解釈できるけれども、うん、あのここは禁欲的に心理学者としてものを責任持って言えるのはあの知能検査で測られていやそうじゃないあのスタンスと心理学者もいますけれどもこの中で話しているのはあくまでもあの知能検査で測られているものですよ。ただあれっていうのが、うん あの知能検査っていうのはもう一番歴史が長い心理学の検査ですから、はい、あれがもういろんな事柄それは学業成績だったり社会的な階層であったりあの他のパーソナリティとい較しなことで、うん、どこまでは言えてどこまでは言えないっていうこともかなりはっきり分かっている。うんうん つまり僕らが頭がいいとは何だろうっていう時に考えた時にじゃあそれをクイズ形式でいろんな頭の中の能力はい、はい、例えば数を一瞬で把握できるとか、うん、図形把握できるみたいなものをクイズにしてみようと、うん、でそのクイズの得点を仮に知性という定義にしてみようというのが発展したものが知能テスト。でそれを数値化して1次元の数値、まあまあ、いわゆる知能指数でいうと100をまあ中心値としてそれより 何割か劣ってたら90何割か勝ってたら110というような形で。うん 正規分布になるように人工的に分布させたのが IQ、ねううまあ、もうちょっと中身について言えば、はい、それがあの、うん、抽象的な思考、まあ、これ自体が抽象的な言い方ですけれど <laughs>、はい 1>, まあ、1を知って5を知る10を知る、はい、いろんなことを推理していく能力であるとかもちろんだから知識をただ持ってるだけじゃなくてそれを上手に組み合わせて問題を解決するときに、まあ、いわゆる地頭がいいみたいなやつですね。ですね地頭の よし足とそれから経験の分厚さ、うん、経験をどれだけ使えるようにって60になってもぼんやりしてるやつもいればそうです、ね、40歳なのに経験使いこなすやつもいるので、うんうん、一概に年齢とも言えないんですね経験っていうのは。年齢で結構決まってるんじゃないって言われているあの頭の回転の速さに測る、はい、あの流動性知能とかって言ってるのがあるんですけどうん、うん、それはあのまさにあの将棋の 数学者だと思うんでけど、まあ、大体1789、はい、歳ぐらいのところでピークになるっていうようなタイプの知能もあるけどあでもあのそれが下がったとしても社会性だとかさまざまなあの領域の知識っていうことはもう経験によって伸びていきますので、うん、それはあの死ぬ直前まで伸びるっていうふうに一応は言われているけど、うん、その地頭の程度に応じてどれぐらい使われるかも違ってくるてこ,、ね、この IQ ともも言言わわれれるるし、うん、あとと知能とも言われるけどいわゆる頭の良さです。よね、はあ これも遺伝、えっと、すべては遺伝なんです。<laughs> はい、はい、あのー、もうそっから行きましょう。そこだけは、はい、あの、ね、知能だけの話をされちゃうし、あの、パ花さんも知能のことばっかりおっしゃるんですけども。はいはいね、あの、自分の本の宣伝。さっきの話で言うと、すべての能力は指紋も身長も肥満も知能も遺伝なんです、ね。そうですね。で、知能だけが環境とか努力と考えるのは、うん、それは肥満とか身長とか指紋も。 環境とか努力で何とかなるというのと同じような宗教的な考えになっちゃうわけです。うん、まあそうですね。みんなが信じたいストーリーだってことなんだけど、今聞かれました。俺が持てないのはって書いてるんですけど、持て <laughs> る持てないもだから程度次第なんですけどかなり遺伝だというふうに。 考えちゃいますね。今の話になったそうなっちゃいますよねはい、はい。つまり、下門 <laughs> ほど遺伝じゃないし、肥満、うん、ほど遺伝かどうかわかんないんだけど、も、割と遺伝だと思うよっていうあたりですかね。お救われた気がしたっていうのと救われなっていうのと両方いるんだ。<laughs> 絶望しか。<laughs> だからあれじゃ<コ>遺伝によってもてないんだったら、遺伝によって太ってる俺と同じように <laughs> 無茶な頑張りするしかないんだよ <laughs> <laughs>。 で無茶な頑張りしたら俺でも60キロ台ぐらいに行けるぐらい痩せれるんだから、うん、無茶すればなんとかなるわけだ <laughs>、うん、でもそれは結構顔がいいモデルなんですよね。顔の作り、はい 岡田さんがそういう顔をされているだとか、はい、あの、キムタクがああいう顔をしてるとかって、その基本の形っていうのはもう遺伝によってほぼ100%決まって、はい、まあ100%は言わないけど、かなり決まってますよね。で、ただ、その顔が作り出すさまざまな表情とか、スタイルメッセージだとかっていうのっていうのは、ものすごくダイナミックじゃないですか。むしろそっちでモデルを僕は考えるんですけれど、確かに基本の形っていうのは、 要するにフォルムっていうのは遺伝によって、うん、まあいわば決まってると言ってもいいんだけどはい、はい、それが文脈の中でどういうメッセージやどういう表現をするかっていうことでそれがとてもあの語弊のある言い方ですけどもあのブス子ちゃんでも付き合っていくと可愛いなって顔するじゃないですか。はいはいはい、あれはあの楽しい経験をさせてあげると、うん、可愛い表情を作ってくれるから可愛く見えるわけですね。 ぽく見えるっていうこと、はい、それから今のとても重要なポテト可愛く周りの人が見えるっていうね、はい、能力っていうのはあのこれも能力の一般的な考え方っていうのはもうその人が内側に持っていて、はい、でそれがそのまで現れてくるっていうふうに捉えるのけどこれもこの本の中で書きましたけれども能力というのは周りの人が能力っていうふうに見なしてくんないと能力にならない,はい,はい、はい、カリスマ力と同じですよねそういやまさかオタク力なんてこんなとこであ周りの人がカリスマ感を感じてくれなければそ,、ね、そこにいるのはただ単になんか 背の高い長嶋茂雄がいるだけであって俺らの世代長嶋茂雄にカリスマークはあまり感じないんですけどそうなんですよねゼミに男の子がいるんですけど最初入ってきてきたけどただの暗い奴だと思っていたんですがちょっとゼミの奴が見てるとかわいそうだって感じ彼が最近あのイケメンってことになってきたんですよ顔変わってないのにかねイケメンって文脈をつけられるとイケメンに見えてきちゃうっていうところが誰かが星野源に似てるとなんか言っちゃったらそういうふうに急にただ単にメガネかけてる貧弱な奴みたいなのがあるのかもわかんない そういうういいい文脈性ってののは形とは形変わらないですよ遺伝は変わらないんだけどもそれがどういうふうに使われるかっていうことローカルな文化によって捉えられ方は違うので,でローカルな文化っていうのがどれぐらい固定的かっていうことが一人りも直さず、うん、遺伝的にどれだけ決まってるかっていうふうにこの社会の中で語られるかっていうことに関わってくるだからあの希望を持たせるんだったらその文脈というかなその読み方や能力の才能の見方や定義を変えてやればどんな人にも能が 悪くありますよ。しかもそれは遺伝的な能力としてあなたは持ってますよって言えるんだけどそれほど世のの中は楽ちちんんじゃないいかもね、とととううころにますす。最初方ょっ話戻し安藤先生はもともといわゆる鈴木メソッドの「はい、頑張れば正しい環境があれば、うん、人はどこまでも伸びる」というところから始まって、はい、今はいやもうなんだかんだ言って程度の差こそあれすべて遺伝ですわというポジションまで、うん、この幅があるわけですよね。そうですね じゃあそれに対してじゃあ努力とか勉強っていうのを今の話で語られなかった重要なポイントがまさにそこで、はい、僕あの鈴木真一から周波外いしたつもりは全くないんですよ。 環境や学習っていうのがなければ才能っていうのはうか経験なキリスト教徒の物理学者の話聞いてるみたいな感じですよね、ま、たすま <laughs> 神の存在を素粒子に見ないっていう, <laughs> すいませんうそこまでではないなと僕は思いますか。どんな才能っていうのも一方では遺伝的なものが現れるためには、はい、あのちゃんと訓練してあげなきゃいけないこれ当たり前のことなんですけれどもうん、うん、その大事さっていうものっていうのは鈴木真一の話あ、はい、だってあの人だって結局あの 戦前からあの活動をやっていて、うん、あの昔だったらば天才しか弾けないと思ってたビバルディとかモーツァルトのコンチェルトをあの普通のまあいわば田舎の男の子や女の子でもあの続けてりゃみんな弾けるようにさせちゃうっていう。 才能が発現するってすいや、えっと、能力が獲得されるっで、これはだから知識が獲得されるってのとほぼイコールだと思います、はい、あの島田紳介というですねもう引退しちゃった芸人さんが話してるのが人間には才能はゼロから5の6段階あるとほほ次に努力にもゼロから5の6段階あると、うん、で能力というのはこの掛け算で決まるとあ掛け算にしましたか才能がゼロなのにどう頑張ってもダメはい ゼロの場合。でもゼロっていう人はほとんどいない。で才能が1のやつが5頑張れば5できるそれは才能が3あるのに1の努力しかしないやつよりは超えることができる。でも才能が5のやつが5努力したら勝てない。その場合はそいつらと戦うなと。 正面戦うことを青春いられたとしたら、はい、確実に負けますもん、ね、島田信介が言ってるのはそれに対して人間ができるのは自分のリソースを使ってどんな努力を五するのか勝てないジャンルで明らかに才能が0とか1のものにあんまり掛け算せずに、うん、自分の中で3とか4あるやつを見つけてそれに五をやりなはれと。 いう話をしてるんですけども、どね、島田さんはこれに対して、はいえっと、さらに教育って。ことは入れてないんですよね。えっと、教育ではなくて、努力ですよ、ね。全部、それ、努力に入れてます。つまり、正しい努力と間違った努力という言い方は、島田慎介しててですね。うんうん、間違った努力というのは、何かというと、うん、例えば、漫才の練習を一生懸命やることやと。うん、そんなことを言っても、段取りしゃべりが上手くなるだけで。うん 漫才が面痛くてしょうがないそうと違うとお前ら歩きながら世間話して自分のリズムっていうのをまず見つけてネ、うん、タ考えるのはそれからやみたいなこと言って正しい努力って言葉を散々やってるんですねつまりこの人が言う努力の中には戦略とかマーケティングも全部入っちゃってるんですよ。 ストラテジー考えてっていうことを言ってる、はい、あだからこれは僕もその通りだと思います、はい、でさっきその教育っていうの言ってますかって言ったのねはねかはるか昔ギリシア古代ギリシャの時代、はいはい、あの時の哲学者っていうのが、はい、才能と教育と、まあ、努力にあたるんですが訓練っていうのを比較してるんですよね。で訓練は場合によっては才能をしのぐこともできるかもしれない。<laughs> お 教育と訓練。しかし面白い,、はいはいはい、教育が才能や訓練をしのぐことはないって考えられたんですよね。それは差はなんですか。教育というのは人から与えられるもので、で訓練というのは自,発的に自分からやる。この能力をやりたいと思って取り返す行動するってことですね。こでこれなんかそうだなって聞します、ね、します,しますめちゃくちゃします。つま言っちゃえば。うん 古代ギリシャの時代はそういうものが環境として整ってなかったんですけども、うん、ネットとか本屋っていうのが教育にあたるものですよね、うん、僕らで言えば。で僕らで言えばそのネットで書かれたことを真に受けてブログで書いて反論されて、うん、なんかいろいろやり取りしたりすることが日常化すそれでもともと才能がどれぐらいあったかっていうこの3要素で決まるわけです。か。 やっぱりねなんだかんだ言って大体のことはギリシャ人が考えてます,、ね、す <laughs> や嫌だな。 そうなんですよ、ね、だから結構教育会者にとってみるとこれ痛い言葉で、はい。この本の中にも書いてありましたね。で教育というのはどれぐらいあるのかっていったらすごくいい先生とかめっちゃ教えるのがうまい先生にかかることの効用は何かといっていてうのその場ではななんか上がるんだけども3か月後とか6か月後ぐらいにすごくいい先生に教育を受けたこと あまりなんかろくでもない先生の教育を受けたことを半年後ぐらいに比べてみたらほとんど差が出なかったっていうのが書いてあった、うん、ただねこれ書いてこれ読んで誤解する親御さんや先生「はいはい、あ俺のやってること意味がないか」ってないんだっていうふうに受け止めたら全然そうじゃ、はい、ないってことはあの今回あのメディアに出るんだったら言わなきゃと思うんですけども日本の先生はみ基本的に三田さんよくやって その前提の中でそこでさらにちょっといいやり方をしたとしてもうん、うん、それで劇的に変わるわけじゃないよっていう意味なのであってなじゃあ教育は全然人教育が意味がないんではなくて今の日本の教育システムとは かなり完成されていて、いわゆる98のものを99にするとか、うん、ダメな先生っていうのは何かと言って97ぐらいの生徒を95に落とすぐらいの微妙な差はあるんだけども、うん、今の日本の教育システムというのは1520のものを95ぐらいに持っていく力っていうのはもうすでに持っちゃってるわけですかで、その一番上のほんのちょっとしたパラメータの違い程度のことにしか、うん、いい先生、うん、いい大学 悪悪いいい先生悪い大学のの差っっっててううはもななくちゃしかもそれある程度長い時間スパンを取った時っていうのもありますつまり小学校からまあ高校ぐらいまでっていうと、はい、いろんな先生がとっかいひっかいその人を見てくれるので、はい、一生通じてずっとダメって っていうことってのはないだろうみたいな話も言ってるので,るで、それからまああのある段階で私はもう勉強なんかって、うん、あの捨てちゃっている頭がそんな悪くない、はい、まさにこれビリギャルなんかの系に偏差生と、あの元々偏差値の高い高校に行ってやがったビリギャルですよね <laughs> そうそうそう。ちょっと勉強から離れたからって言って、はいはい、それであの偏差値50あのー、あってあのうちの大学に来られたそうですけれども、あのあこれもねあ余計な話ですけどうちの大学から来れます。 ニュースとも君が事実長2つしかないけれな, <laughs> <laughs> なんとかなりますけどはい、はい、これが国立になってくるとちょっと大変だったろう、ね、な,なあみたいな。うん、さっきのちょっと僕はあの才能と訓練と教育の話はすごく、うん。 面白かったし、あと自分自身でも実感するとかあります。あの訓練っていうのがいわゆる一万時間理論。そう。何事も一万時間やれば、ほぼプロの位置に達することができると。で、あとはその一万時間という時間を作るためっていうか、作るって考えている人はもうこの訓練という意識があんまないわけですよ。気はついたら一万時間経っちゃってたみたいな。アニメ見るの、一万時間経っちゃってたとか。本読むの一万時間経ってたのと同じですもん。経ってますよね、その。 はい、お疲れ様でした。今日の無料動画はここまでです。冒頭でもね、言ったんですけども、こういった遺伝の話っていうのは、現代社会を考えるときとかですね、ここから先の世界を捉える上ではですね、まあ、必須教養になってるし、特にね、教育の分野とかではね、すごい大事だと思うんですけども、ただ、人の能力は遺伝で決まってしまう。だから、こうするべきだとかですね、人の能力は遺伝で決まってしまうと言われてるが、私はこう思うとですね、まあ、こういう議論になかなかならないんですよ。なんかね、 もう全部受け入れて諦めて開き直るか、向きになって否定するかとか、そういう感じの話になっちゃうんですよね。だから、それをが正しいか間違ってるかとかですね、それを受け入れるか否かと以前にですね、まずこういう研究結果があるんだと。で、これはここまでは立証されてるけど、ここからは仮説なんだみたいにですね、ちょっともう、あの、前提として話し合うような世界というのが、 まあ、2023年の今ね、来てもいい気がします。あの、このゼミでも当たり前のようにですね、こういう遺伝の話を、この本を紹介してからですね、出すようになりました。あの、例えば、あの、1月15日配信にした、えー、岡田通夫ゼミの人生相談の回でもですね、ちょっとだけ話出たんですけどもですね、だから、あの、ある程度、話が通じる人、お互いにこういう難しい話したいなとかですね、小見た話したいなという人の間では、共通認識になっているのはです、ね、僕も、もうあの、 気にせずに時々話してしまったりしますけども、一応この回の対談とその本、あとそっから先徐々に日本で行動遺伝学が知られているという前提で話してるんだということだけちょっと押さえておいてください。まあね、今日の話そんなの知らなかったとかですね、この動画を見て興味が湧いたという人は別にあの、ゼミのね、 有料部分を見るよりは、まず安藤先生のですね、本ですね。あの、日本人の9割が知らない遺伝の真実をですね、読んでもらうのが一番いいと思うんですよ。あの、アマゾンで、あの、1000円以下で買えるんでですね、すごい興味が出たという人はもう、僕の有料配信を見るより、まず安藤先生の本を、すごい読みやすい本ですから、あの、読んでください。この後はですね、いつものアップグレード動画と同じように、こっから先は有料会員、 の話になりますって言ってるんですけども、まあ本当に有料会員向けの配信見たり聞いたりするよりは安藤先生の本を読んでいただければありがたいと思います。えー、さて今日見てもらった動画はですね、会員限定部分の一部分を切り取ったものですね。で、この会の全長版はですね、有料配信してますのでですね、まあそっちの方も本を読んだ後で見てください。どんな話、 してるのかというと、引き続き安藤先生からですね、遺伝の話聞いてます。で、対談開始からですね、30分ぐらい経ったところで有料版になってるのですね。お互いいい感じにエンジンかかってるんですよ。で、話のペースが加速していって、正規分布、いわゆるベルカーブというのにはですね、人類社会の本質があるとかですね、あと、性格の良さを数値化することっていうのはできるのか、それはどう考えるのかとかですね、割とね、ちょっとあの、 面白いい話に入っていきます、えー。全部が見たい方はですね、えー、公式の方としてアーカイブ YouTube のメンバーシップ、えー、ブロマガチャンネルドランゴのどれでも好きなものに参加してみてくださいマリオのゲームオーバーみたいなものでああ終わっちゃったーっていう感じに近いと思うんですよね